何回も訪ねたことのある後楽園ですが、播州の後楽園は初めてでした。遠洋亭横の火曜の池には、夏に賑わう大名蓮の姿はなく、周囲にわずかにもみじが色を添える、静かな佇まいを見せていました。芝生広場では、後楽園の主である、丹頂鶴が出迎えてくれました。園内の中心に位置する有心山も、その周りを紅葉の彩りで染めていました。播州の後楽園の目玉は、なんといってもここ千塩の森です。あいにくの曇り空と峠を過ぎた紅葉のもみじ場でしたが、園内のあでやかさがこの森に待っていました。園内の一隅で婚礼写真の前撮り風景に巡り合いました。幸せの表情いっぱいのカップルに乾杯。風景を目に焼き付けて帰るんです。素早く鉛筆を走らせながら、ご婦人は話をしてくれました。播州の風物詩として親しまれているこも巻き、園内をめぐる清らかな流水、これらに色鮮やかなもみじがコラボレーションして、訪れる人に癒しの空間を与えてくれます。この日、県外から訪れた多くの観光客は、素晴らしいの一言です。絶賛の声、しきりでした。